ボルシアドルトムントは、ノルトベストファーレン州ドルトムントを本拠地とするドイツのサッカークラブ。ドルトムントもしくは BVB とも表記される。ドイツサッカーリーグ機構に所属する。クラブのモットーは、エクトリーベ。ボルシアドルトムントスタジアムの風景、ボルシアドルトムントは1909年に、 ドルトムントの18名のサッカー選手によって創設された。これまでにドイツリーグを8回、DFB ポカールを3回、DFL スーパーカップを4回、UEFA チャンピオンズリーグを1回、UEFA カップウィナーズカップを1回、インターコンチネンタルカップを1回制している。1966年のカップウィナーズカップ制覇はドイツのクラブとして、 初の欧州タイトル獲得であった。BVB はバルシュピール・フェライン・ボルシアの略である。09はクラブの創設年である1909年を表している。多くのファンは BVB にそれ以上の意味を見出し、ボルセン・フォム・ボルシュクプラッツの略だという説も出回ってる。ボルシュクプラッツとはドルトムント北部にある広場で BVB はこの広場に面した。 ツムビルトシュッツというレストランで1909年12月19日に創設された。ボルシアはラテン語でのプロイセンの意味でドルトムントがプロイセン王国に属していたこと及び近隣にあるボルシア醸造所の名称にちなむ。19世紀末から20世紀初めにかけては他にもベストファリアやレナニア、ゲルマニアなど 地域の結束を示す名称を持つクラブが多数誕生した。BVB の創設は1909年の町公設誠実で、ヘッシュ地区の移民の母国に対する支援を示す目的で名付けられた。当初は青、白、赤がクラブカラーであった。ブリタニア、レナニア、ドイチェ・フラゲという3つのスポーツクラブが BVB に加わり、第一次世界大戦前に、 現在の黒と木のクラブカラーに変わった。会員制のスポーツクラブであり、クラブの会員数は8万8000人を数え、ドイツのスポーツクラブとしては3番目の規模である。ドイツを代表するビッグクラブであり、世界的に人気の高いスポーツクラブである。最も事業規模が大きいサッカー部門はブンデスリーガに属しており、ドイツ国内ではバイエルン・ミュンヘンなどと並び人気のある、 サッカークラブとなっている。サッカー以外では女子ハンドボール部門、男子卓球部門がある。1974年からベストファーレンスタディオンでホームゲームを開催している。このスタジアムはドイツ最大で2009から10シーズンのドルトムントの1試合あたりの平均観客動員数並びにスタジアム観客入場率は世界一である。 チームカラーの黒色と黄色から大シュワーツジェルベンの愛称で呼ばれている。ホームスタジアムの名物はホーム側のゴール裏スタンドでこのスタンドだけで2万2000人を収容できる。ドルトムントがこのスタジアムで試合を行うとこの一角は黄色いユニフォームをまとったサポーターで一杯となり壮観な印象を作り出す。長年のライバルはルール地方に 本拠地を有するシャルケ0ンであり、この2クラブの対戦は、ルールダービーとして知られている。1909年、協会が運営していた厳しいサッカークラブに、飽きたりない青少年により創設された。ブンベスリーが発足前の1955から56シーズンに初優勝し、1956から57シーズンには連覇も果たした。 ブンデスリーガ発足後は1962から63シーズンに優勝し、1965から66シーズンには UEFA カップウィナーズカップも制した。ちなみに、旧西ドイツ国内では初めて UEFA 主催の大会でのタイトル獲得でもあった。しかし、1970年代に失速し、1971から72シーズンで、 ブンデスリーが2部へと降格した。1976年に2部で準優勝して一部復帰を果たしたものの、その後は注意を推移していた。ゲルト・ニーバウムが会長に就任したことで、クラブに大きな変化が訪れた。 海外のリーグへの適応に追われ疲弊したドイツ代表選手を次々に獲得して戦力を充実させバイエルン・ミュンヘンと毎年優勝争いを演じるようになりチームはバイエルンの最大のライバルと呼ばれるようになった1990から91シーズンにはオットマー・ヒッツフェルトが監督に就任し優勝争いを演じると 1992から93シーズンには UEFA カップで決勝まで上り詰めた。しかし、ユベントスとの決勝戦ではロベルトバッジョ、アンドレアス・メラーなどにゴールを許して大敗した。1994から95シーズンにユベントスからメラーが加入したことで選手層が強化され圧倒的な強さでリーグを制した。 1995から96シーズンは、ユルゲン・コーラー、ルベン・ソサラを獲得。リーグ戦では、連覇を果たした。1996から97シーズン、ボスマン判決により、パウロ・ソーザ、ボルフガング・ファイアージンガーら EU 圏の選手獲得が、目立った。リーグ戦では、バイエルンに3連覇を阻まれたが、UEFA チャンピオンズリーグでは、初優勝を果たした。 チャンピオンズリーグでは、全評判は高くなく、ユベントスとの決勝では不利と言われたが、3から1で勝利した。この試合の勝因として、スターティングメンバーが、元ユベントスの選手で締められ、マルチェロ・リッピの戦術に親しんでしていた、ユルゲン・コーラーと、パウロ・ソーザを要していたこと、他の機会に、ユベントスとの対戦を繰り返していたこと、この試合で唯一の失点を許した。 アレッサンドロ・デル・ピエロが、ユベントスのスターティングメンバーから外れていたことなどが挙げられる。また、チャンピオンズリーグ決勝という舞台で、ヨーロッパカップ初出場したラース・リッケンが、途中出場のファーストタッチで豪快なミドルシュートを決めたことは、サポーターの語り草となっている。ドイツのクラブでは初めて株式上場を果たし、これによって、大物選手獲得が可能になった。 1997から98シーズン、ヒッツフェルトは、数人の主力の放出を含めたチームの刷新を、クラブに臨んでいたが、結局放出候補の主力選手は残留。ヒッツフェルトは、スポーツディレクターに降格、新監督にネビオスカラが就任し、1997年には、トヨタカップも制したが、主力のザマーが、 選手生命に関わるほどの大怪我をしたことや、大半の主力選手がピークを過ぎたこともあり、国内リーグでは低迷した。CL では準々決勝で、バイエルンとの対戦を制して、準決勝へ進出したが、準決勝でレアル・マドリードに敗れた。1998から99シーズン、ミハエル・スキッベが監督に就任したことで、 当時のクラブ史上最年少監督となった。ヨルク・ハインリヒをフィオレンティーナへ放出、クリスティアン・ネル・リンガー、セルゲー・バルバレス、デデ、トーマス・ヘスラーを獲得、シーズン途中より、イエンス・レーマンを獲得したが、すでにチームは2チーム分のオーダーを組める陣容になっていた。これに起因する選手の不満が続出、シュテファン・クロスやシュテファン・フロイントなどは、 これが原因で、シーズン途中でチームを去っていった。最終的に4位に入り CL 予備予選出場権を獲得。1999から2000シーズン、クリスティアン・ベアンス、フレディ・ボビッチ、エヴァ・ニューソン、ビクトル・イクテバを獲得。CL 一時リーグ敗退、一時、リーグ3位により、UEFA カップ戦に回るも敗退し、 リーグ戦でも勝てなくなったことでスキッベを解任。ベルント・クラウスが監督に就任するも一生もできずに、途中で退任し、チームは二部降格の危機を迎えることになった。シーズン終盤には、監督に、ウド・ラテックが、ヘッドコーチに、マティアス・ザ・マーがそれぞれ就任し、チームを立て直して一部残留に成功した。シーズン終了後にラテックは辞任した。 2000から01シーズン、マティアス・ザマーが監督に就任。これによりザマーは、1998年に就任した、ミハエル・スキッベの最年少監督記録を更新し、クラブ史上最年少監督となった。監督に就任したザマーは、人員整理とチームの立て直しに着手する。長年チームの中心メンバーだったアンドレアス・メラーが、ライバルのシャルケ・レオンへ移籍したが、 サンデーオリセイが加入、ヨルクハインリヒを、フィオレンティーナから連れ戻すなどした。シーズン途中より、トマーシュ・ロシツキーが加入。チームの再建に成功し、3位というまずまずの成績で、就任1年目を終了した。2001から02シーズン、マルシオ・アモローゾ、ヤンコレル、セバスティアン・ケールを補強して、戦力アップが図られたことで、 1995から96シーズン以来のリーグ優勝を果たす。CL では一次リーグで敗退したが、3位に入ったことにより、UEFA カップに参戦。決勝戦まで進出したものの、フェイノオルトに敗れて、UEFA カップウィナーズカップ、UEFA チャンピオンズリーグに続く3つ目の欧州のタイトルを逃した。また、この試合限りで、現役引退した。 ユルゲン・コーラーは、レッドカードにより退場した。2002から03シーズン、マルシオ・アモローゾが不振に陥ったことで、チームも低調だったが、CL 予備予選出場権を獲得。CL では1次リーグ再開で敗退し、リーグ戦ではブンデスリーガに専念したバイエルンに、連覇を阻まれ3位に終わった。2003から04シーズン、守護神のイエンス・レーマンをアーセナルへ放出。 CL 予備予選は敗退、リーグ戦でも低調なパフォーマンスによって、最終的に CL 出場権を逃した。レーマンの放出に橋を発した一連の出来事によって、クラブ経営が日の車であることが明るみに出た。ザマーは、監督を退任しフルス VFB シュトゥットガルトの監督に就任した。シーズン終了後、シュテファン・ロイター、ハイコ・ヘルリッヒが、現役引退。 その後、クラブは、経済的な危機を迎えることとなる。21世紀に入ると、クラブの株式を上場する経営戦略が裏目に出て、巨額の損失を抱え込み、2004から05、シーズン途中には、債務超過による破綻寸前にまで追い込まれ、1億2000万ユーロと、言われる借金を残し、ゲルトニーバウム会長、現場最高責任者のミハエル・マイヤーがクラブを去る。 こととなった。2006年になって、ホームスタジアムの命名券売却に至る。各金融機関へ融資を頼み込むなどして財政は、上向き、増資を株主総会で発表できる状態になった。その間、優秀な若手選手が、株組織から出てきており、それなりに、新しい方向を見出し始めている。しかし、低迷期にあっても、 数多くのサポーターがドルトムントに対する情熱を保って、スタジアムに通い、スタンドからの声援でドルトムントを後押しした。2011年、ブンデスリーガの優勝を祝う選手たちクラブの経営危機により、前任者らは去ったが、クラブに残ったミハエル・ゾルクや、CEO に就任したハンス・ヨアヒム・バツケらが中心となって、経営再建を進めることになった。 また、2008年に引退したラーシュリッケンが、ユースチームを担当し、チームは若手育成中心の大勢となった。2006から07シーズン、トマーシュ・ロシツキーをアーセナルへ、ヤンコレルを、エース、モナコへ放出。リーグ戦での不振により、ファンマルワイクは、前半戦終了を待たずに解任された。最終的に9位で終えるも一時は、残留争いに巻き込まれた。 2007から08シーズンは DFB ポカールで準優勝し UEFA カップの出場権を得たものの国内リーグでは1999から2000シーズン以来の2桁順位となる低迷が続いたが平均観客動員はブンデスリーガで1位欧州主要リーグ全体でもレアルマドリードやマンチェスターユナイテッド FC に続く3位となる7万3千人弱を記録している シーズン限りで、クリスティアン・ベアンスが、現役引退。2008年夏、1FSV マインツレーゴを躍進させた、ユルゲン・クロップ監督を昇聘した。新加入の DF ・ネベン・スボティッチがブレークを果たし、リーグ2位の37失点と鉄壁を誇った、守備陣を支えた。25節から7連勝で順位を上げ、 UEFA ヨーロッパリーグ出場権まで、あと一歩の6位に入った。ホームでは8勝9分と無敗で、シーズンを通しての敗戦数5はリーグ最小だった。2008から09シーズン終了後に、FW アレクサンダーフライが、母国の FC バーゼルに復帰したが、 CSD コロコロで36試合出場34得点を挙げたパラグアイ代表 FW、ルーカス・バリオスを獲得するなど、戦力維持に努めた。2010年夏、エクストラクラサ・レフ、ポズナン所属の得点王、ロベルト・レバンドフスキア、J1 リーグ・セレッソ、大阪所属の得点王、香川・真嗣など、各リーグで得点力の高かった選手らを獲得。 レバンドフスキやカガワをはじめいる会議ドアン、ケビングロス・クロイツ、マリオ・ゲッツェラがブレイクし主力の多くが23歳以下、スタメンの平均年齢が22から24歳という若いチームが完成。その勢いで序盤から安定的に勝ちを積み重ねたチームは2010から11シーズン前半戦。終了時点で、ブンテスリーが史上。 第2位となる勝ち点43を達成し首位で折り返し圧倒的な強さで9シーズンぶり7度目の優勝を飾った。2008年から2015年まで監督を務めたユルゲンクロップ2011年11月のチームの収支報告では収入は前のシーズンの1億100万ユーロから大きく増えて1億5000万ユーロに利益は チーム史上最高額の950万ユーロを記録した。一時は1億4000万ユーロ近くまで膨れ上がった。負債額も5600万ユーロと大幅に減らしている。2011から12シーズン、チャンピオンズリーグはグループ再開で敗退、リーグ戦も低調なスタートとなるも、その後はブンデスリーガ新記録となるリーグ戦28試合無敗。 勝ち点81を記録し、優勝を争うバイエルン・ミュンヘンとの直接対決を、香川の活躍で2戦二2勝と制するなど、圧倒的な強さを見せ、2シーズン連続8回目の優勝を達成した。さらに、DFB ポカール決勝でも、バイエルンを破りクラブ創設史上初の国内2冠を達成した。2012から13シーズン。 前年度の2冠達成メンバーの主力であった、香川真嗣が、マンチェスターユナイテッドの名称アレックス・ファーガソンに、獲得されたことによりアイターナを、マルコ・ロイスを獲得して埋めたがリーグでは、バイエルンの独走優勝を許し3連覇を逃し、DFB ポカールも準決勝で敗退してしまった。一方で、チャンピオンズリーグは、グループリーグで、レアル・マドリード。 マンチェスターシティといった競合と同組となるもグループ1位で突破。決勝トーナメントでも準決勝でレアルマドリードを下し決勝に進出するも、決勝でバイエルンに敗れ16シーズンぶりの CL 制覇を逃しチームは3シーズンぶりの無冠に終わってしまった。2013から14シーズン、マリオ・ゲッチェがバイエルンに移籍したが、シャフタール・ドネツクでリーグ得点王となった。 アルメニア代表 MF、ヘンリク・ムヒタリアン、エース・サンテティエンヌからガボン代表 FW、ピエール・エメリク・オーバメイアンを獲得した。リーグでは、前年に引き続きに、UEFA チャンピオンズリーグ2013から14では、決勝トーナメントに進出するも、準々決勝でレアル・マドリードに1勝1敗、2戦、合計2から3で敗れ、ベスト8敗退となった。 2014から15シーズン、バイエルン2冠のため、ドルトムントが、リーグ2位として出場した、DFL スーパーカップでは2から0で勝利した。ロベルト・レバンドフスキがバイエルンに移籍したが、トリノ FC からセリエ A2013 から14、シーズン得点王のチーロインモービレ、ヘルタからアドリアン・ラモスを獲得し、マンチェスター・ユナイテッドから香川・真嗣が2シーズンぶりに、復帰した。 対戦相手に戦術が研究され尽くしたことや、放出したレバンドフスキの穴を埋められず、新戦力が軒並み不振に陥ったことで、リーグ戦では前半戦を再開で折り返すなど、混迷を極め、シーズン途中にしばしばクロップの解任論が出ていた。しかし、ウィンターブレイク後の後半戦から、マルコロイス、ピエール・エメリク・オーバメヤンが得点を重ね、 ヘンリク・ムヒタリアンと香川を加えた攻撃陣を中心にチームは息を吹き返して徐々に順位を上げていく。シーズン中の2015年4月15日本拠地であるジグナル・イドゥナ・パルクで記者会見を開きユルゲン・クロップ監督の今季限りでの退任を発表した。クロップとの契約は2013年10月の時点で期間を2018年まで延長していたが 今期の状況を受けハンス・ヨアヒムバツケなどと会談、最終的にそれを途中解除の形での辞任となった。後半戦での再開からの V 字回復によって、最終的にリーグ戦は7位に終わり、CL 出場権は逃したものの L 出場権を獲得。チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメント初戦で、ユベントスに合計スコア1から5で敗れベスト16で敗退した。 DFB ポカールでは、準決勝で、バイエルンを PK 戦の末に破って、決勝進出するものの、ボルフスブルクに敗れて、優勝を逃した。シーズン終了後にセバスティアン・ケールが、現役引退。クロップは、2008年に、ドルトムントの監督に就任して以降、ゲーゲンプレッシングと呼ばれる特徴的なプレッシングと、選手の平均年齢が若いことを踏まえ、 総力と速度を生かす戦術を作り上げ、その結果、7年間で3つのタイトルを得る結果をもたらすなど、チームの復興を印象づける功労者といえる存在だった。しかし、クラブの厳しい財政事情により、成長し活躍する選手を競合チームに売却するというクラブの方針から、チームのやりくりには都度工夫を強いられた。2015から16シーズンより、 元一 FSV マインツ霊号監督、トーマス・トゥヘルが監督に就任した。契約期間は2015年7月1日より3年間。昨シーズン後半戦に活躍した主力選手の多くが残留した。遺跡史上では、ゴンサロ・カストロ、ユリアン・バイグル、アドナン・ヤヌザイラを獲得した。また、昨年までは、ゲーゲンプレスをベースにしていたが、 4から3から3をベースに4から2から3から1、4から4から2、3バックなど様々なシステムを使用した。UEFA ヨーロッパリーグでは、決勝ラウンドで、ポルト、トッテナムを下し躍進をしたが、ベスト8で、ユルゲンクロップ率いるリバプールに敗退。2016から17シーズン、夏の遺跡史上では、フンメルス、ギュンドアン、ムヒタリアンといった主力が遺跡した。 一方で、セバスティアン・ローデ、マルク・バルトラ、マリオ・ゲッツェ、アンドレ・シュールレを獲得した。加えて、ラファエル・ゲレイロ、ウスマン・デンベレ、エムレ・モレといった若い選手も補強した。2017年4月12日、チャンピオンズリーグの試合の前に発生した爆発事件によって、DF ・マルク・バルトラが負傷する事態に見舞われるも、香川・真嗣の活躍もあって、エース。 モナコ相手に2の3と検討を見せたが敗退した。DFB ポカール優勝もトゥヘル監督は2016から17シーズンをもって退任した。2017から18シーズンは元アヤックス監督のピーター・ボスが監督に就任した。夏の一席市場ではマフムド・ダ・フード、エメルト・プラク、マクシミリアン・フィリップらを獲得した。2月4日、ライプツィヒ戦で 相手クラブやカンブラを侮辱する垂れ幕がドルトムントサポーターにより大量に掲げられた。これによりドイツ連盟は18日ホームでのボルフスブルク戦でスタンド全体の無観客試合と罰金10万ユーロを課してクラブ側が受け入れを発表した。序盤はースタートを切ったものの徐々に失速しボス監督が成績不振により解任。 後任にはマエケルン監督のペーター・シュテガーが就任した。就任時には8位だったクラブを4位へ押し上げ、UEFA チャンピオンズリーグ2018から19の出場権を獲得し、シーズン終了後に退任した。2018から19シーズンより、リュシアン・ファーブルが監督に就任した。夏の一席市場では、トーマス・デラネー、アブドゥ・ディアロ、 マリウス・ボルフ、アクラ・フ・ハキミ、アクセル・ビツェルなどを獲得した。ビツェル、ディアロ・ラシン戦力が早々と、チームにフィットして守備が安定、また攻撃も、トップ下で新境地を開拓した首相ロイスを中心に、途中出場から驚異的なペースで得点を重ねるパコ、アルカセルや、期待の若手、ウィンガーのジェイドン・サンチョがブレークし、 公衆が噛み合ったチームは15勝3分1敗の首位でリーグを折り返しチャンピオンズリーグでもアトレティコ・マドリードに4から0で勝利するなどしてグループステージを首位通過と前半戦は好成績を残した。冬の移籍史上では香川真司をベシクタ州へレンタルしクリスチャンプリシッチのチェルシーへの完全移籍が決定した。後半戦も勢いを保っていたが 2月5日の DFB ポカールラウンド16ベルダーブレーメン戦でロイスが負傷して1ヶ月間離脱する間にリーグでは3戦連続引き分け CL はラウンド16でトッテナムに0の3で敗れるなど一転して全く勝てなくなったロイス復帰後も他の故障者が増えてパフォーマンスが落ち CL も敗退しリーグも 第28節のバイエルン戦に0の5で完敗すると、直後のルールダービーも敗れて2位となり、そのまま2位でシーズンを終えた。2019から20シーズン、夏の遺跡史上では、マッツ・フンメルスが3年ぶりに復帰したほか、トルガン・アザール、ユリアン・ブラント、ニコ・シュルツといった国内の有望な若手を獲得し、大型補強を展開。一方、ディアロー・パリ・サンジェルマンへ、ローデオ、 フランクフルト、シュールレオ、スパルタク・モスクワに放出した。冬の遺跡史上では、エムレジャンのほかザルツブルクでブレイクを果たした、アーリング、ハーランドを獲得した。シ l エルは、グループステージで、バルセロナ、インテルが同居する。死の組を引いたがインテルを上回って2位で通過。ラウンド16でパリ・サンジェルマンと対戦。ホームでのファーストレグを、 ハーランドの2得点で2から1で勝利したが、アウェーでのセカンドレグで0から2と敗戦。2戦合計で2から3と逆転され敗退した。2021から22シーズンより、マルコ・ローゼが監督に就任した。ホーランド9マレン2 1ナ7ロイス11、ビッツェル28ベリンガム22ゲレーロ13、アカンジ16フンメルス15ムニエ24ビュルキ、1中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。